メディアウィキの標準的な段階スタイルシートで表示された英語版の要出典タグ要出典とはウィキペディアにおいて記事、記述等に関して信頼できる情報源が出典として求められていることを編集者が示すときの言葉。2010年の世紀を取り戻せ集会に持ち寄られたプラカードウィキペディアは情報の正確性と中立性を高めるため 記述の際にはその根拠となる出典を示すことを利用者に求めており、独自研究を禁じている。要出典タグは、要出典、デートイコール2016年1月と呼ぶ、テンプレートテンプレート、要出典を使用することで、ウィキペディアの記事上に表示する。デートイコール以降を書かないと、エラー、タグの貼り付けとしつきを、デートイコール優位年名トル月形式で記入してください。 間違えて、デートイコールを、データイコール等と記入していないかも確認してください。という警告が赤で出る。参照できる出典が示されていない、疑わしい記述の隣に置くことを推奨している。スタイルとしては客注を挿入する場合と同じように、植え付き文字で、要出展という一語を追加し、有効な出典の必要性を解説したページへの、ハイパーリンクを同時に設定する。 そして内部ではその項目を出典が必要な記事としてメンテナンス用カテゴリにリストアップする。この要出典テンプレートは2005年6月にオーストラリアのウィキペディアンであるクリス・シャーロックが開発したものである。このように視覚的にも分かりやすいマークを使うことで情報源を必要としているテキストだということがすぐに分かる上にウィキペディア内でカテゴリ化されるので そういった記事に目を光らせることができる。英語版、ウィキペディアの記事を例にとると、2009年8月の時点で全体の5%強に当たる約15万5000記事の一つないし複数の小説で出典を要求している。それ以前の状況を見てみると、2008年10月には12万5000前後の記事で用いていた。 その14ヶ月前の2007年8月になると7万5000をわずかに上回る程度しかなかった。洋出店に相当するテンプレートは非英語版の Wikipedia でも広く使用されている。日本語版 Wikipedia でも、この洋出店をはじめとしたテンプレートは、かなり厳しく付けられるという傾向が見られるようになったため、編集初心者が参加しにくくなるなどの事態が見られた。 全体で2番目の規模を誇るドイツ5番ウィキペディアはその例外として知られているよう出典一方でニューヨークタイムズが言及しているように半ば変質的に出所不明の記述をパトロールしてこのテンプレートを付与して回る神経質な編集者もウィキペディアには存在する。XKCD のウィキペディアな抗議者このテンプレートを模した。 いくらかおどけたものではあったが2010年の後半に世紀を取り戻せ集会で使用され2011年2月にはベルリンで行われたドイツ国防省カール・テオドールツー・グッテンベルクに対する抗議デモにより真面目な形で使われているグッテンベルクは博士論文の盗用が発覚するというスキャンダルの過中にいた人物である2007年6月4日ウェブコミックの XKCD は 政治演説の最中に洋出店をプラカードとして掲げて政治家によるおかしな発言に対して抗議の声を上げるウィキペディアな抗議者を発表して話題となった。また、この英語の洋出店は正確性に対するウィキペディアの方針に注意を喚起するユーモラスな T シャツのロゴとしても使われたことがある。この印象は2011年の段階で語られたものである。 役中、スティコラエディターズの訳語。ニューヨークタイムズはオンライン版の見出しにも、洋出店」という用語を使用している。ありがとうございます。